ははい皆さんおはようございますえっと両親学のえー、っとあのクラスの、えー、っと全部で5回目になりますかねで、えー、っと私が今日から、えー、3回にわたって、えー、社会福祉の両親ということで両親、えー、学の、えー、観点から、えー、お話をさせていただきたいと思っております。 でえー、と話す内容というのは前にあの少しお話をさせていただきましたけども一つは歴史的な事柄と、えーまあ、小原先生から引き継いで、えーあのー、全体的な良心というものが何かとかそういったことを引き継いだ上でですねあのフィールド場所をあの少し外国に目を向けアメリカというところに目を向けるということとそれからもう一つはね えー、その中でも歴史的な事柄と、えー、実際的な、えーまあ、福祉のね、えー、実践的な事柄、えー、次回ね、えー、は特にそういうことであの、えー、自殺ということとかあ,あるいは自殺の予防ということについてあのお話を進めたいと思います。であのそれでですね、えーっと 今日はそういう中で、あのー、ここに書いてあるところの、えー、ジェン・アダムスという人物を通じてですね、えー、両親というものが具体的にどういうふうに、えーまああのー、花を咲かせるのかということをね、あのー、一人の人物を通じて、えー、考えたいと思います。ですから、あのー、まあ、えー 今まで良心、まあ、ということを学んできたものとして皆さんがで、ねえー、にウォーミングアップできたということでそれが具体的なものに、えー、どういうふうになっていくのかというプロセスを、ね、お話ししたいと思います。で、えー、と言葉としてね、あのー、少し、えー、最初に、あのー、皆さんと共有するためにということなんですけどね えーまあ、福祉の実践家というのを今ソーシャルワーカーというふうに呼びますでこれからあのソーシャルワークソーシャルワーカー援助することのことをソーシャルワークと言いますそして援助する人のことをソーシャルワーカーと言いますでこの言葉がですねもうようやく定着をしてきたんじゃないかなと思いますけどちなみにここ福祉学科の人はいないんかないないですよねいない はい、まあ、言ってもおかしくないけど、あのー、ソーシャルワーカーという言葉を、えーまあ、説明できしろって言われたら分かんないかもしれない聞いたことがあるという人手を挙げてもらえますかはいはいはいあ,じゃあ初めて聞くという人あそうですかまだじゃ定着したとも言えないなはい、あのーまあ、これはでも今3分の2ぐらいが何となく聞いたことがあるというのはメディア通じても、えー、そういうことでした。僕らが学生の頃に こんな言葉はこういうところで仮にお話をしたとしたら、あのまあ一人か二人ね、なんか知ってるよというような状況でした。私は社会福祉を学んだときにね、非常にそれが残念に思ってました。なぜなら自分たちが目指そうとする、えー、専門職、例えば、えー、弁護士って知ってますかとか言ってんそのバカなこと言うなよとかね、看護師って知ってますかとか聞いたらそんなバカなことを言うなよというような。 響きにいつになったらなるんだろうかということを学生時代にあの友人たちと話をしていました。えー、それがねあのーえー、ようやく花を咲かせてきたけども、じゃなんでねカタカナなのかということなんです。今日の授業とも関係があります。なんでカタカナなのか。これね社会福祉実践家とかうんぬんかんぬんという話をせざるを得ないんですが、漢字で言ったらどうもピンとこない。 で現在例えばねアメリカにとかねイギリスとか、えー、いろんな国に、えー、行った時にソーシャルワーカーという言葉で、えー、世界共通語です「知らない」とかいうことはありえませんこれは日本の現象ですでね「ソーシャルワーカーって何すんの?」とか言ったら「社会福祉の何か」とか言ったら「あなんかえっ、ー、と車椅子かなんか押したり介護する人のことなのかな」という答えが時々返ってきますこれは、えー、間違いです。 あのソーシャルワーカーで社会福祉学科がね一番苦慮するところで高校生徒のミスマッチでね苦慮する点ですけど福祉って何ですかというところで、えー、メディアの方でねこう介護ということが、えー、優先的に報道されることもあって、えー、何か福祉って言ったらそのイメージで捉えられます。ここれアメリカやカややナダや、えー、ヨーロッパの国々でそんなことを、えー あの問うとそういう発想答えは一切返ってきません。でソーシャルワーカーって何するのって言ったらあの、えーまあ、一番働いてるのが多いのはアメリカだったらメンタルヘルスの領域精神 えー、保健福祉領域でね働いてる精神保健センターとかそういうところで働いてるとか子どものさまざまな問題虐待の問題とかね、えー、それからあの障害者の、えー、権利の問題とかそういった相談を受けるとかですね高齢者の生活をどういうふうに守っていくのか支援していくのかとかいうことをサポートする相談業務のことです。で国家資格が日本で登場したのが、えー、25年ぐらい前ですね。 あの実は私ですね国家資格のね第1号第1号というのはねあの資格ができた時の絵にあの、えー、国家試験を受けてねでソーシャルワーカーのライセンスっていうこれ日本では社会福祉士と言います福祉士,士はあの、えー、武士の師ですね。えー、それで 社会福祉士と呼びますねでこういった資格があの定められたもののまだ定着してきてないけどようやく最近ねさまざまな福祉問題を捉えるときにということで学校とかでもスクールソーシャルワーカーとかねそういう人たちの顔が出るようになりましたまあ実際にね就職するところではね えー、皆さん、じゃ社会福祉学科の人どういうふうに就職しているのかということでお伝えすると私のゼミの学生ね、まあ、10人前後毎年いますけども、えー、去年の例で言うと、えー、4名がね、えー、公務員で神戸市、京都市ね、えー、それから大阪の方ですねあの,の方で尼、えー、崎です、ね、天ヶ崎兵庫の方、ね、あのに就職しました、えー、ソーシャルワーカーとして。 で福祉職、公務員なんかを見るとね一般行政職多くの人が考えてる一般行政職と福祉専門職、ね、それから、えー、保険とか、えー、土木とかっていう分類ね獣医とか看護の中で、えー、社会福祉専門職っていうのがねで実はあの地方自治体がね軒並みたくさんの自治体がそういう応募を始めました。 えー、昨年もねまた尼、えー、崎市が是非、えー、公募したいのであの同志社から受けるように言ってくださいとかいうような形で、えー、応募が来たりしたのは実はね実はあのー、自治体の方がね福祉の専門家という人じゃなくて一般行政の人が福祉事務所とか福祉のことをするんですけども入ったのはいいけどやっぱりねそこで上司の人もど,どうしていいか分かんないみたいなところから えー、やっぱりもうこれは福祉専門家に頼らないといけないだろうという現象が起きてきてもう先にやっていた神戸市とか大阪とか横浜とか東京都特区の方ねそういうところの例に習って、えー、地方自治体の方もそういうふうに始めて一斉にやり始めたというところでねそういう、あのーえー、枠ができたということです。自治体ですらそうですすらららそそううううかかかか皆ささんがそういいうい言葉を認識しててるどどわなけも今日の話はね こういったソーシャルワーカーというものを誰が作りだどうやってそういうものが生み出されていったのかということ,とを考えたいと思いますけども先に結論言ってしまいますけどね歴史的に見てもね実は両親といったら両親といったらそれは人に宿ると僕は考えます。ねえー、動物に、えー、両親があるかかないかっていうのはね、あのー 小原先生も、えー、興味があるところですけど、私も、えー、大いにあの関心があります。で、しかし今日の話はね、人で制度の中に両親をどう根付かせるかということは当然の課題です。それはまた今日話をしますけど、でも最初にね、働きかけるのは不思議なことに共通のパターンがあって、何にもないところにある人のところの両親にね、えー、働きかけて、そしてそれが、えー、動き出す瞬間があります。 そしてそれが本当だったらやっぱりそれって必要だよねって言って社会がそれを認認め、承認し、福祉っていうのはそういう形で生まれているんですけども歴史的に見てもね多くの人々が良心が、えー、鍵となって福祉というものが生まれてきたんだというところがね、えー、今日の話の、ね、一つのポイントになります。でねこれはまたお話ししますけどざっとねじゃあ具体的に欧米と日本の場合見ますとね えー、まあ私の言葉で言うとね、復始実践行動の原動力起爆剤となっているという言葉で表現してます。あることからしようとしたときにね、えー、まあ欧米欧米の人だったらね、良きサマリア人、良きサマリア人ってわかりますか？小原先生から聞かなかった。良きサマリア人の話は、あのー、聖書の中のね、あのーえー、話でサマリア人という。 えー、一つのねあのユダヤ人の,、まあ、あの同じね、えー、民族の中にあったけれども、えー、結婚ということをめぐってね、えー、意見が合わずに違いをが生まれたために、えー、ずっとユダヤ人の中で分かれてきたという人ですけれどもこの人がいわゆる、まあ、嫌われていたという人ですけどこの人がこの人がねあのー。 なんと、ねえー、その、えー、ユダヤ人のね、えー、祭子とかレビビトとかそういった同胞と,、えー、をとは違って自らね買って出て強盗に襲われた人を助けたという話でグッドサマリタンというのではもう欧米人の中では了解事項になってます。 ですから、えー、このねあのよきサマリア人のスピリッツっていうのはその意味ではあの日本人にはちょっとよくわからないけども、えー、見て見ぬふりをしない人、ね、見て見ぬふりをしない人のことをよきサマリア人というふうに言います。 ですから、あのー、福祉の中ではこういうようなね、あのー、よきサマリア人スピリッツというのがね一つの、えー、大きな、あのー、働きの原動力となっているけどこれもよく見てみたらねその人の心を動かす心の痛みとかね、えーえー、まあまあそんなものはどうかなるやろう私は関係ないよと思えるかいやその私がやらないといけないと思って。 このサマリア人という人は、えー、強盗に襲われた人の隣人になったという例え話です。でももというものが 働いいたととうこをね記述聖書の記述の中には何もないんですけども、えー、心の中でね、えー、その人はああのー、まあ、翻訳ではねかわいそうに思った哀れに思ったっていう言葉がありますけども、えー、自分の中でねあのー、どうしてもねそれを放っておけなかったということになります。でそれはね欧米の中特にアメリリカやイギリス ね、18世紀に福祉というものが生まれてくるけどもその原動力となっていますこれがキリス具体的にね具体的にじゃあどういうところであの宿っていくのかということですけどね神学部の人いますか神学部の人神学部の人ね。 はい、あの進、ー、学部の方々に見たらね大体、あのー、パッとこうこの言葉でイメージがつくかと思いますけどね、あのーえー、私がこのね社会福祉の歴史とまた良心の問題と福祉の問題とキリスト教ということを、えー、考えている時にね、まあ、ある法則に気づきました。それ何かっていうとね良心というものが鮮明に働く時という時っていうのはね それは大きなねいわゆる主流派と言われたり国境界と言われたりそういうところではなくてねむしろマイナーなね、えー、誰もそんな当時は知らないよとかねそういった団体だったり個人であるというところです。つまりねこういう大きな組織にいたらねそんな必要はあまり感じないんですけども一人の個人がね裸で感じてるところ。 福祉の中で大きな働きをしたと言われているの、ねまあ例えばウェスレーなんかはそうですねウェスレーというのはねこの人なんかもね、えー、ロンドンの、ね、スラム街とか郊外において本当にこう苦しむ人たちというものを見てきてそういう状況の中で放っっておけなかったとということでありますそれからもう一つ旧西軍旧西軍って聞いたことありますか 救世軍というのはサルベーショナラミーっていってねあの年末とかなったら、えー、トランペットを吹いてあの募金活動お願いしますとか言ってあのそういうような活動をしている団体日本でも見ること、えー、あるんじゃないかと思いますけども。 えー、キリスト教の、えー、一つの一派です旧世軍サルベーションアーミーというのねでね日本で最初にこの旧世軍の,、ねえーのえー、司令官となって活躍した人が山室軍兵同志大大学の、ねあのー、大先輩にあたります、ね、ちょうどあの映画が、えー、今年、えーねあのー、で完成したね山室軍兵の、ね「茅の塩山室軍兵」で10月に京都でも あの公開され東京でももう公開がね、えー、この、えー、夏以降始まりますでこの間同社で試写会をやりました山室軍平ねでこの人についてもこの人についてもね、えー、実はあの山室軍平個人もそうだし旧制軍というのも国教会というものの中にあって、えー、そういった事柄無視されてるロンドンの中でね上川木でも教会ではルーティーンに礼拝をしている。 これっていいの？というそういうことから動き出した、えー、ところ。山本軍平も叱りです。同志社の中でね、えー、同じようにみんながやってる。でもね、本当に苦しんでる人いるのに、それほったらかしていいの？ということで山本軍平同志社飛び出しました。ね、そういう形で見たときに、こうその組織の中にむしろいなかった人。ジョージミュラーこれは、えー、ブリストルのね、イギリスの中で。 個人を経営した人です、ね、それまで孤児院っていうのは小さなものがありましたけど何千人というものをただただ一人のただただ一人のね、えー、個人が養ったといういわゆるまあ奇跡的なことを行った人ですジョージ・ミュラーというねでこの人もね、あのー、まさにただ一人、ね、大きな教会にいたわけじゃない。 ねえー、この人はあのーまあ、後にねブラザレンーム,ムーブメントっていうね信徒、あのー、の教会というものを形成していくという運動を大きく作ってきた人です。 えー、そのね、まあ、あのプロシアドイツの,、ねえー、の方からこう、えー、進学を学んでやってきて、えーえー、牧師として生きようと思ってた矢先にねあのイギリスで出会った人たちの中で自分の進行って本当にあるのかという問いかけを、ね、もらってで実はその進学を学んでね大学院で学んでという偉い先生だった人がね全くそういうものを捨ててそしてね一信徒として そし孤児院をねやる中でまた教会を大きく作り上げていったというねそういう、えー、ジョージ・ミュラーでねあの進学をやってる人なんかはねあの聞いたことがあると思いますし同志社大学にも新島城の招きで、えーね、当時今から百、えー、数年前にあの来日してチャペルで、ね、あの説教をしてます同志社に来た時にその説教が同志社大学の福祉の、ね、中に学ぼうとする人に火をつけたと言われてます。 えー、富岡康介とかね山室軍兵とか石井十字って言われる人みんなこの人をね、えー、尊敬し、えー、とりわけ山室軍兵はこれを受けて僕はね、えー、福祉をやりたいと思ったというねそういう人物です。それから、えー、今日のお話直接関わってきますけどクエカとというところですこれについては後から少し説明します。でこれもキリスト教教のの一派ですで当時の国教会からは 非常に何、えー、ていうかなこう、えー、異端とは言わないけどねキリスト教の一派だけど変な人たちというふうに思われていました。ク、ね、クエイというのは震えるとということです、ね、感動してなんかこう精霊に満たされて震えるとかいうのはありえないでしょうという意味でこれは、えー「クエイクする人」という意味で「震える人」という、ねえー、これね何ていうのかな軽蔑するような名前として付けられたものです。で 当時の国教会のね、えー、その偉い人たちからしてみたらなんだあいつはというようなところからここで大きな働きを示したということであります。で、えー、今日お話をするジェーン・アダムスというのがこれからねお話をしていくことになりますけど日本の場合もちょっとだけ見ておきましょう。日本についいてて、ねえー、もも実は良心というものが大きく影響してますでこれはまた時間がある時にじっくりお話をしたいと思いますので、えー、ここでは簡単にだけとめておきたいと思います。 でえー、欧米キリスト教の影響を受けて日本の社会福祉というのはね実は我が同志社大学が、えー、先導的にあの福祉の、えー、形成にあの教育に、えー、先駆的な働きをしたというふうに言われてます。まあ、その名前をね同志社派とかね良心派と言われてます。 その面々新島城から受け継いだ先ほど話をした山室軍平、富岡康介石井十字石井十字は同窓ではないんですけどねこの人たちの影響を受けてもう同志社にねあの人たちと特に新島城を慕ってということからこのねあのよく良心派という中に入れられています牧野虎寺香川香川もね同志社の同窓ではありませんけども同志社大学の進学部で教えてました。 それから中村遥、竹中勝男、竹内愛次、島田圭一郎、これは研究者です。こういった人たち、全部ね、実は共通点があって、キリスト教の影響を受けてます。ね、えー。ここね、みんなクリスチャンです。ね。しかも共通点はプロテスタントのね、クリスチャンであるということです。日本という中で、キリスト教徒で1%未満ですけども、社会福祉のね、えー、会議とかに行くと圧倒的にクリスチャンが多い。 不思議ですよね1%未満なのに社会福祉の会合に行くとねクリスチャンがなんでこんなに多いのね福祉学科でもねあの <laughs> 調査したことないから厳密な数字全然わかんないけど、えー、進学日よりも圧倒的に多いんじゃないかというふうにあの、えー、言われてます。ね、あの、えー クリスチャンの割合ね、特に大学院生とかね、えー、になってきたらね、あのーえー、クリスチャンのね私の、えー、ゼミの、ね、中でもね、あのーえー、ある 学生が言、ね、言った言葉を、ね、思い出しますなんかクリスチャンでないことがねなんかマイノリティに感じられてね居心地悪いって冗談で言ってましたけどそういう状況というのは別に集まって「この指止まれ」って言ったわけじゃないんだけども結果的にそうなるということなのかわからないけどもそういう状況と今日っていうのはねやっぱり共通点があってキリスト教とと切切っても切れないということですこれ,、ね、でこれについてはまた別でお話をします。さて まず、えー、ジェン・アダムスについて、あのー、お話を、えーし,まし,ま、したいと思いますけれどもジェン・アダムスって聞いたことがありますかジェン・アダムスを知っている人どこかで聞いたという人。知っていいる人はい まああの僕の授業を受けた人とかはねそこで聞いたということかもしれないということは、えー、誰も知らないということなのかなほとんど知らないということなのかもしれないで例えば皆さんあの辞書とかで、えー、ジェーン・アダムスって調べてみてくださいあの自分の持ってる手持ちの辞書で出てきますよということはね、えー、そ,れそれぐらい知っとかにはいかんということになりますね でえー、その人ねいろんな紹介の仕方がありますけどね、まあ、辞書とかで見ると大体いいこういう言葉ができます社会福祉の両親と言われたりねそれから社会福祉セツルメント運動のリーダーと言われたりこの人が創設したハルハウスというねセツルメントの創設者女性運動家平和運動家1931年ノーベル平和賞受賞というのが大体辞書的には出てきますね。であのー その人についてね、あのー、どんな人物なのかということについてね、えー、顔写真はこういう顔でこれが、えー、ハルハウスの写真です。でこれ現在のハルハウスになります。 これは若い頃のジェン・アダムスそしてこれはあの年配も晩年の頃ですねでこれがあの現在のハルハウスっていうのがあの現在はハ,ルハウスのミュージアムとなっていますそれはあのイリノイ州立大学のキャンパスの中にありますのでね、えー、興味がある人はシカゴに行ったらねあのシカゴツアーというのが、えー、あってねあの、えー、シカゴのツアーの中に入ってます。 ねえー、私最近あのシカゴ、ね、あの行ってなくてこの間シカゴ行った時にね、えー、びっくりしました私が学生の頃ねあのずっとこちらに通ってねあの、えー、そのねあの資料とかいろんなものを見ていた時にそんなこと考えられなかったけど今はね、えー、シカゴの方のシカゴツアーの中の一つにこの場所が入っています。 ね、オプションになってますけどねですからシカゴに行ったらハハルハウスミュージアムっていうのを見たらこのこことですでこれはシカゴの誇るべき人として紹介していかないかんということであのこの人がね、えー、登場しているということかと思います。それでえー、っとでじゃ実際にねあのこの人がどういう人物なのかということについてね あの皆さんとこれから少しあの紹介がてら、えー、し,していきたいと思いますけども、あの略歴についてはすで、えー、にあの皆さんの方の配配って,っていうとかあの、えー、インターネット上で出しているところであの見ていますこういうような、えー、年振になってます大体あの主なイベントとしてのはこういうことになりますので。 これを、あのーえー、皆さんね、あのーえー、参考にしてもらったらと思いますが、えー、ざっとこういうい流れになってます。でこれに基づいてね、あのー、また外略についても説明してありますので、えー、あの略年風でどんな人だったのかということで、えー、生まれた時から死ぬまで。 つまり、えーななえー、ここで見るとね、あのー、75歳で亡くなっているという形ですけども、あのー、その人生をね、あのー、ざっと、えー、今から、あのー、見ていきたいと思います。で生まれたのは生まれたのはイリノイ州イリノイ州っていうのはアメリカの州の中でもシカゴが大都市のところねそこがイリノイ州に生まれてます。 で、えー、イリノイ州に生まれているんですけどもこの人のお父さんという人が、えー、お父さんというのがね実は、えー、ちょっと鍵になるんですけどね、えー、こういうお父さんです、あのー、政治家です、ね、上院議員でした、ね、銀行や、えー、製粉業の経営者であったジョン・アダムスの娘として、えー、生まれてますね であのー、実はですねこのお父さんという人がどういう人だったのかということを知ることがジェン・アダムスという人がどんな人だったのかということを知る大きな、あのー、手がかりになりますけども、えー、この人は、えー、アメリカ史なんかをやっている人はねまれ、あのーえー、にね「あ知ってる」という人がいます。 で実はですね、えー、リンカーンエイブラハム・リンカーンは知ってますよね皆さんねあの奴隷解放のねあのリンカーンの「無二の友」って言われた人ですリンカーンの研究してる人なんかはあのー、リンカーンの日記とかなんかによく出てきますねでその人がジョン・アダムズという人ですね リンカーンはいわゆるあの皆さん電気とかで読んだことあるかもしれないけどあのマルタ小屋からホワイトハウスというのでね、あのー、今の。 えー、大統領さんとはえらい違いですけどね、あのー、トランプのビルを持ってる人からねホワイトハウスに行くというのはあのー、全然そこでこう、あのーえー、こう差がないぐらいの大きなとこからということですけどリンカーンはそうでなかった本当に貧しいところからね、えー、マルタ小屋から、えー、ホワイトハウスにというねそういう、あのー、人だったということは皆さん知ってると思いますが。 じゃあねそんな人がね大統領になれるのということですけど現実になれないんですよそんなこと今も昔もじゃあそこでは非常に現実的なお話をするとあのー、財力というものがないと、えー、上がってこれないんですね。でもちろんその人の能力とか、えー、ねタイミングというのもあったでしょう ところがね忘れてはならないのはここねリンカーンも、えー、実はねあの出身母体というのがイリノイ州です上院議員は2名ですで2名のうちの、えー、1人がリンカーンもう1人がジョン・アダムスですでジョン・アダムスという人はどういう人なのかというと この人はね、本当にあのアメリカンドリームというものをね、もう、あのー、の典型的な人物でした。どんな人だったかというと、まさにね、裸一貫で、えー、出てきてね、そして、えー、この、えー、イリノイ州にやってきて、開拓をし、工場を起こし、それに成功し、そしてお金をどんどん、えー、財を蓄え、ね、やがて、ここにあったように製粉業や銀行を起こし、大学を作り、 ね、もうあらゆることをやってのける、ね、図書館を作り、ね、公共のいろんなものにも、えー、支援をする、ね、そういう人物であった彼はエブラハム・リンンカーンに惚れ込みました、ね、そしてこの,人、ねえー、この人を支えたいということで、ねえー、彼はそのリンカーンの,のね、えー、影となってつまり、えー、支援をし支援を そして林間を、えー、本当にこうサクセスストーリーにね持っていったまあいわゆるそのね影の立役者の一人だということが言えますでこういうね、えー、人物があのー、あったからこそまあ林間はね、えー、制作をあのー、できたという方もできると思います。 でこのお父さんがね実は、えー、ここに書いてあるどういう人だったのかというと、えー、ある時ジェーン・アダムスがね、あのー、自分の自助伝に、えー、書いてますこれがね、あのーえー、自助伝です、ね、図書館にもあって翻訳も出てます2種類ぐららいいいいぜひ読んでみたらいいと思います私おすすめの、ね、一冊です。えーえー、英語で読める人はぜひ英語でね「あの20 years at Hal House」って「Hal House の20年」って訳されてます。 ハルハウスの20年というので、一、えー、人の女性が、えー、なんで私がこのね、えー、ハルハウスに、えー、入っていくようになったのという凄まじい記録が書いてあります。で、その中でこんなくだりがあります。お父さんジェーンがねある時、えー、一番尊敬したのがお父さんでした。お父さんあなたは自分のことをね、えー、何者だってもし尋ねられたらあなたのアイデンティティねなんて言うのって聞いたら そのね尊敬され立派に活躍をしているそのお父さんがねジェーンにね言ったのは「私はねヒクサイト・クエーカーだと言うよ」と言ったとでその言葉をしょううが忘れないということこですヒクサイト・クエーカーというのはねクエーカーの中でもね、えー、とりわけ自由とか良心とか内なる光ということを強調する一派で。 クエーカーの中でも、まあ、クエーカーの中のクエーカーというかねそういう、えー、人でありましたであのー、ヒックサイト派の、えー、クエーカーという、まあ、下りねあのーえー、これ最初に翻訳したね柴田義盛先生ね、えー、ヒックサイト派っていうのをなんかこう ちょっとこれは明らかに誤訳だと思うんだけど、田舎者のクエーカーって訳しているんですけどね。いやいやそこはポイントですよね。ヒックサイトっていうのは、えー、そのクエーカーの中でもね、クエーカーの中でももう特徴があり、そのヒックサイト派というところはハイライトなんですね。でそれは両親というものをことさら強調した。内なる両親に神が必ず働きかける。一人一人にね。で私の場合は。 自分の生涯をこのね、えー、エイブラハム・リンカーンに捧げたいと思った。ということをねその後話をしたくだりがあります。 ところがね、えー、父の最も悲しかった日というのでリンカーンが暗殺された時のことを、えー、娘があのお父さんがね本当に沈み込んで、えー、何もこうあんだけこう勇敢なお父さんがね何もしなくなってあの泣き崩れてる父を見たっていうその、えー、記事もねこの中に出てきますアメリカ史のねその中に生きた、えー、ところでね。 あのー、まさにねもう尊敬する、えー、人でありましたでところがね、あのー、このお父さんの中に彼女はもうつまり彼女の中で自分のことを生涯クエーカーだとジェン・アダムスは言ったことはない。 これもね、あの辞書類にはちょっとやや、ね、そこが出てきているのでちょっと要注意だなと思うけどクエーカーのジェイ・アダムスと言っているけどお父さんがヒックサイト派のクエーカーでそのお父さんを最も尊敬していたというのは事実ですけど彼女の口で自分がクエーカーだとは言っていないというところはあるけど私の見る限りにおいてはクエーカー的な生き方をしていたということです。ここののクエーカー的生きき方が何かいうこととといい。うははね、あのーえー、重要になっってまますす。で、ちょっと説明をします、はい で、えー、クエーカーとは何かということでねあのー、この中にあるのはね、えー、キリスト教の一派ですクエーカー教って言ってるからなんか新興宗教かなと思っている人いるかもしれないけどクエーカーというのは、えー、キリスト教の一派です。あのー クエカーオートミールというのがなんかあの、えー、そういう製品があるので知ってる人がいるって聞いたことあるんですけどもあの、まあ、それも多分そうだと思いますけどあのキリスト教の一派だけどマイノリティですキリスト教の中ではね。でとりわけ迫害を受けたというのはイギリスの中で迫害を受けましたイギリスの中でね。でどんな迫害を受けたかというとイギリスでは当時のね えー、役職公務員の仕事に就くという人は英国国教会ねアングリカン・チャーチっていうのね英国国教会というのはねまあここで詳しく話することはちょっと時間的にできませんので話することはできませんけどローマの方にあった教会が、ね、宗教改革 まあちょうど今年500年にあたりますけどね、えー、ドイツで宗教改革が起こりフランススイスでのねいろんな影響を受けてヨーロッパ中がね宗教改革でプロテスタントというものがやがて生まれてきた500年前の話です。それからやや遅れることイギリスではね、えー、違った形で教会内部からというよりも王様のね王様の離婚問題あるいは、えー、結婚するということに関して。 えー、ローマのね本部と相入れなくなって結果的には、えー、イギリスは独立した教教会会英国国教会といううものを作るようになりますですからここの面においては教義的にはカトリック的な教義を引き継いでいる,いるわけですけどもこういうような教会というものがあってそれで一つイギリスは今でも国教会。 という形でね、えー、いろんな祭典とか見たら、例えば、えー、エリザベスさんとかがね出てきた時、必ず国教会の、えー、儀式として行われてますよね。で、そういうところにあって、クエーカーというのはね、マイノリティだったんですで。さっきのあれで言うと、震える人たちということで迫害を受けてました。変なやつやなあいつらは、真面目で熱心で。で具体的に言うと、 あのクエイカーの中でもいろんな種類があるんですけどクエイカーの礼拝というのはどういう礼拝形式を取るかというとあの沈黙の礼拝ねでねプログラムが普通、えー、教会の礼拝とかに参加した人あるいは中学校高等学校でキリスト教の礼拝ってなったらあの死記者がいて。 プログラムがあって賛美歌を歌いましょう聖書を朗読しましょうとかいう形でえまた賛美歌ってプログラムの式次第に従って着実に進められていくというのが礼拝、まあ、1時間ぐらいねところがクエーカーの礼拝の基本形というのはまずそういうプログラムというものが存在しないもう存在するところも今はありますけどね、えー、当時の中でジェイ・アダムスの時のクエーカーというのはそういうものが存在しない、ね、じゃあどうやって礼拝するのか皆が集まってきて沈黙の時、ね、黙想するんです で何するかというとそれぞれが時々礼拝の中で自分が神の言葉を示されたらそれをそのまま皆に分かち合うというような形で行われていたのが礼拝です。で1時間ぐらい終わったら静かに終わる時もある何もなくて終わる時もある。ね ただその時は内なる光として神様からその自分のに何を語りかけられるかを聞く時とするというようなそういう礼拝形式これにもいろんな差がありますけどねジェーンのいろんな記録の中で見るとそういう礼拝だったということですね。でところがねイギリスの中では迫害を受けまして。 イギリスでこれね、まあ、生まれてきたんですけど迫害を受けたのでそのの人たたちががやってきた先っていうのがアメリカでしたアメリカにやってきてアメリカにやってきてやってきたのがあの、まあ、メイフラワー号に乗ってやってきたアメリカですけどそれがフィラデルフィアのところに、えー、やってきた人たちが一つの州を作りますこれはクエーカーの州です。 フフィィラデルフィアって、ね、あのえー、で、まあ、今クエカーの人がそれだけ多いかというとねあの必ずしもそうでもないということですけどねクエカーの州まあ例えばユタ州がねモルモンの影響の人たちが多いということ,というようにねあのフィラデルフィアっていうのはそういうところの州です。でそのポイントは。 先ほど言った両親という内なる光ということですけど具体的にはね平和主義というのが大きな、えー、観点絶対的平和主義、えー、武力を、えー、否定する暴力を否定するそして、えー、戦争を否定する絶対平和ということを強調します。そそれでのの根底にあるのがとということもう 定的に強調します一人一人の両親にということで兵役拒否拒否をする、まあ、両親的な、ね、兵役拒否ということでこの人たちは、えー、兵役に就くことを免除されていますクエーカーであるというね。であのノーベル平和賞1940年代にクエーカーという団体がもらっていますクエーカーというねその団体がこれも不思議なことですね。えー、クエーカーカの教徒の,その主義が、ねえー、そのノーベル平和賞をもらう こういうことっていうのはね非常に、あのー、稀に見る話ですでさらにそれがこの「良心」というのを彼はね私の言葉で言うと時々「良心」という言葉を強調しますけど内なる光ということをクエカの人は強調します。内側にある光というものが えー、そのね、まあセンサーとなって働くんだ。内なる光というものを強調する。日本ではね、我我太平洋の崖端らんというニトベ稲造さんが実はクエカ教徒です。ね、えー、クエカですね。あのー、内村肝蔵もね、あの無教會主義というふうに言いますね。で、まあ内村 肝臓を研究している人なんかがね、あのそもそもねそんなアイディアってじゃあどこから彼はね得たんだろうか無教会というねアイディアをどこから得たんだろうかっていう研究の、えー、近年の、ね、内村研究なんかを見ていると、えー、実はね彼はその、えー、クエカーの、ねえー、影響を強く受けてる。 でそれをクエーカーの一派という形で表現はしなかったけれども内村が言わんとするクエーカー主義というのは実はねすごい、まあ、ニトベ、ね、あの盟友だったニトベ稲造がそうだったこれは彼女はね奥さんがそういうことからこの影響を入受けて入ってますけど内村勘造というのも実はそうの,あの形で、えー、紹介される。 ことともできると思いますアメリカ誌の中でねこの間ある学会に行ってたらアメリカの先生があの日本のクエカーという中であのニトベー内村って言ってたからあれと思ってね <laughs> 内村貫蔵無教会として日本では紹介されてるけどクエカーとして紹介されてるけどそれはちょっと違うのはことは違うけどただ精神的理念系はよく構造行動パターンよく似てると思いますね。 でつまりそれはねキリスト教のメインストリームにどっぷり使ってここにいるっていうんじゃなくてすごくマイノリティな,な,なわけですね。でキーワードは「良心」ということ「内なる光」ということそういう中で、えー、生きているということであります。さて話を戻しましょう。このお父さんクエカーであったということですけどもじゃあジェンアダムスですけど。 その影響を受けたところですけど家族の中ではね、あのー、実はあのー、こんだけ立派なお父さんの中で育ったわけだからどんな生活をしていったのかというと彼女はね家庭的には経済的には本当に恵まれた人でした。 えー、このね彼女の日記の中にもねこうあの正直に書いてます、ね、どんな生活かっていうと朝からプディングの生活でどど何なのかなと思ったらね、えー、たくさん雇ってるいわゆるあの女中さん、ね、今そういう言葉は使わないけどそういう人たちがたくさんいるわけですもう大きなあの家に住んでます ね、で、えー、彼女がその家にいると「そのお着替えに来ました」とか言って起こしてで、えー、着替えさせてそして、えー、清掃させて食事をするそして朝からプディングもうデザートが出てくる、ね、そういうような生活をしてた人にとって貧困とか貧しいということは全く正直私は 理解不能でしたと書いてますそうでしょうねそれはねそういうような、えー、状況の、えー、彼女がねなんでそんな生活ここで後に話をするシカゴのスラム街に入っていく、ね、で生涯をそこで過ごすって、ね、一体何なのかというところがねよくわからないところですけどここで一つキーとして出てきたのはさっきお父さんの話をしたけどお母さんに目を向けますと。 お母さんを、彼女は幼少の頃に亡くしていますちっちゃい頃にねお母さんを亡くしています、えー、お母さんサラって言うんですけどねサラさんを、えー、お母さんをちっちゃい頃に亡くしていますでね、実は、えー、社会事業家と言われている人で活躍している人の、えー、ライフヒストリーを丹念に研究しているとある共通点に気づくことがありますそれは 共通してるんですけど結構ねちっちゃい頃にお母さんを亡くしてるんですよ。お母さん亡くしてる、ね、えー、って思われるねあのでこんな職業パターンってあるかなと僕がもしかしたらそうかもしれないけども母親を亡くしている人、ね、もしかしたらそういう苦しみを皆さんね味わった人はこの中にもいるかもしれません。おお母ささんんくししてる、ね、でお父さんでしたけども お父さんが実はその後に、えー、再婚されるんです。ね、再婚をされます。で、えー、再婚をされるんですが、再婚をしたお母さんがまあいわゆるそのね、えー、ママハハという形になるんですけども、このお母さんとね手紙とか日記類を読むとものすごい。 ドドロドロとした角質が、えー、あることに気づきますでこれがね実は彼女のね、あのーえーまあ、ある種その大きな、ね、コンプレックスという形になります。で、あのー、実はねあのどういうような形でこの角質が起こったのかという一つの一例をちょっと紹介しますとね。えー 再婚したお母さんというのももちろん立派な方だったと思うんですけど、あのー、お父さんがね、えー、ジョンでサラというお母さんが亡くなって、えー、再婚されるわけです。でここのところに生まれた子供たちというねすでにいました。ね、5人で こっちにも、ね、実はこの方もいわゆる未亡人として男の子を2人、えー、もうがいて亡くなって再婚されるという形に、えー、なったんですここね。で何が起こったかというとあの私もよく分かんなかったんですけどねその こうえー、でよくよく調べてみるとねここの長女さんとねここの長男さんで再婚されると大体、ちゃい頃から一緒に生活するわけです兄弟としてそうでしょですから家族新しい家族になるわけですここがね子供たちということで,でもうちっちゃい頃からですよっちちっゃい頃から、ね、7歳とか5歳とかですからまさにこう家族になるわけです法的にもね。 でこ,これがね別にこれだったら何,の何だ別に不思議な話でもないしもうそんなよくある話でしょうという話でしょう私もそう思いますところがねこの長女さんとここが長男さんが結ばれるんですねえそそんなことで さらにこの弟の方がねジェーンに対して強い気持ちを抱く、まあ、恋心を抱く。で私ちょっとねここら辺は分からないのでアメリカ史をやっている家族史の人当時あるいは今でもそうですけどこ,こんなことって普通ですかという話を、えー、ちょっとねこういう時ってやっぱり専門家に聞くのが一番です当時の状況の中で説明してそしたらね そそれはアンビリーバブルだったありえないそんないんしかもねしかもこれだけそのねいわゆるリッチな家庭で政治家でもう、ね、今で言うとねあの、えー、日本ので言うとねあの、えー、それこそ孫正義さんみたいな感じのねそういうそのもう大資本家ですでそういう家計家庭にある人がねこうそれはちょっと普通はありえないね あのー、まあ今だったらねそのすごく週刊誌ネタになるようなね話だと思いますよって言われてあのー、なるほどなと思ったのは確執の意味っていうのはねこうなった時にね弟なった時にやっぱこちらの母親としたら弟までもということでものすごい警戒するわけですよ。ね。 それでジェーンはねすごくこう苦しんだというのもよくわかりますこれね。で後に精神的にもね彼の方が破綻してしまうというようなこともあってその生んだ生みの親である、まあ、ヘルドマンっていうんですけどその女性からしてみたらやっぱりそのね自分の肉の娘じゃないけど複雑な気持ちになったというのも、まあ、あ,のあながちねわからないでもない。 とということがあってつまりねジェーン・アダムス自体はお金の面では本当に豊かな生活してたけども家庭的に見たらねお父さんを尊敬するんだけどもこのお父さん尊敬するけどお父さんが彼女が二十歳ぐらいの時2 5五六かな亡くなるんです。そしたらねこの関係だけで家庭があるわけですね。 その中で育ったということを想像したらね、私も後からなるほどなと分かりましたで、年表でいきますとね、彼女はその後ロックフォード女子大学に入学しますこれ実はお父さんが理事長経営建設した大学です。に入学しています1881年に卒業、えー、大学をね主席で卒業しますね、本当にあの勉強できる人でした そして、えー、でこれね簡単にこうやって言うけども当時の1870年にこれ大学の女子が大学に入った第一世代です皆さんはね今ここに見ると女性のの方が多いのかな、えー、それで当たり前のように大学生してるかもしれないけども当時はね極めて珍しい今で言うとね大学院のね博士後期課程に 女性が言ってるとといいうイメージだと思います大学に行くっていうのはねその割合もっともっとまれかもしれないでしかもそれでねものすごく彼女は勉強ができましたでさらにね医学部に入学をするもうこれもねもう稀な中の稀ですねまあそれだけ財力もあったということなんですけどね大学卒業した後にさらに医学部に行くね でそういう中でそういう中でねあのー、彼女は先ほど言ったこの尊敬するお父さんをお父さんを,、えー、お父さんを亡くすお父さんを亡くすねそしてもともと体の方が弱かって背中のね、えー、何らかの手術をするまあ実は立ち会ったのがねこの,、えー、ねあの義理の兄弟です。 えー、お医者さんでした、ねえー、そういうことだったんですけどこの時からね彼女は、えー、人生の漂流時代モラトリアム、まあ、精神的苦悩時代を過ごすことになります。でねあのー、ここがね彼女にとってみたら闇の部分です。 まあ皆さんどこまで了解できるか分かんないけどきっと同じぐらいの年代です女性でね。で、えー、大学卒業し女子時代も結果的に中退をします。で、まあ、今で言うとね今で言うとうつ、えー、病ですとかね神経症ですノイローゼですとかというふうな簡単にこう片付けられるところですけどね、あのー、ところがね 彼女はねまあ自分でもねまさに生き死に、ねえー、いわゆるこうね、あのーえー、自分が死ぬことも考えた20代です、ね、その頃にね自分自身の生き方とかいろんなことを振り返ったときに、ね、本当に、えー、苦しみ上げていた状況でありましたそこで一つの転機として あったのが彼女のね親友だったエレンスターこの人もね是非、えー、皆さん理解して知ってほしいなと思ってます一緒に後にハルハウスを作る人ですエレン・ゲイツ・スターっていう女性ですでこの人は実はねもう同郷で、えー、ロックフォード・カレッジの、ね、同僚卒業生です同級生ですね本当の、まあ、親友でしたねえー でね、えーまあ、正確に言うとね親友でしたという言い方は事実であると同時にねそれ以上のものだったという言い方でね理解していただきたいと思いますけどね、えー、これについては少し後からあの触れますがあのこのエレン・スターのね、えー、もうすすめで、ね、このままいったらもうねだめになってしまう私の親友ね。 えー、がダメになってしまうということでエレン・スターのすすめですすめで彼女はね、あのー、ヨーロッパにアメリカからヨーロッパに行くことになりました、ね、そこでヨーロッパでちょっと楽、ねえー、いろんなことを見たりして気持ちを楽にしなさいよというおすすめもあってそういう状況になりましたでそこでね、あのー、スペインでの体験です何があったのか ね、何があったのかというと、スペインのマドリードで、あの闘牛を見に行こうというまあ観光としてね、闘牛見たことありますか？闘牛、私目の前で見たことはないんですけど、テレビとかではなかありますよね。こうあのね、えー、男性の人がやってきてね、闘牛を怒らして突っ込まして最後は槍で殺すってそれをみんなが見てるというそういう闘牛ね、昔からあったんですスペインでね。で、それをあの 友人と見に行っていましてねそうするとね彼女は、まあ、ある種、えー、病的にも非常に気持ちも塞いで病んでたような状態だったんですけどもそれで見たそのね時にものすごいこう彼女ねエキサイティングになりましてね、えーうん、言葉難しいんですけど興奮してね でね、逆に友人のエレン・ゲイツ・スターの方はね「見てられないかわいそうで」ね。というので「もう帰ろう」と言って行ったけど私見るからっていうので先にエレンの方はもう帰ったんですホテルに。ね、それでジェイナ・アダムスはねもうその光景がある面では血生臭い光景ですけどねもう越に行きまして帰ってきて興奮して「あ楽しかった」ってホテルに帰って。 来たらね、そのエレンゲー・ゲイツ・ターからねビシャッと送られましてね何が楽しいのあんなそんなものが、ね、あんな血生臭いものが楽しいっていうねあ,のあ,あなたなんてね私は軽蔑するみたいなことを言った日記に書かれてる本ほんだらねこの逆に今まで喜んでたのがね 落ち込み方がもう半端じゃなくって、えー、文字通り書いても一晩泣き明かしたって書いてますそ <laughs> 喜んで帰ってきてね確かに観光で行ったんだけどまあ行ったエレンもすごかったなと思うけど状況を説明想像してみてくださいね友達と二人で無二の友ねその二人が行って、えー、マドリードに行って闘牛を見てましたそしてね楽しい一方は楽しい一方はもう見てられない帰った で帰ってきて「あ楽しかった何言ってんのバシン!」と言われて彼女はねで友人の方も心配したぐらいにどうかなってしまうんじゃないかというので泣き崩れた。で泣き崩れたっていう中でね彼女がこの本の中にも書いてます。自分のの、ねね、の人人生生をを年間ずっと走馬灯のように それが自分の中にこうあの出ててきたということを言ってますどういうことかというと自分は本当に本当に豊かな生活の過程に生まれ生活をしてきたで実はそこで楽しんでいる私とあの闘牛殺されていく牛というのは労働者のことなのかなと思ったとそういうことがパッと出てくるということは当時のね、まあ、彼女がねこうたくさん読書をしていて。 あのマルクスの「資本論」とかも読んでいたということがねわかります。労働者と自分をを見立てて、ね、それを楽しんでね彼女が言っているのはねそこで自分自身はね今までは本当にそういう自分自身の人生というものがなんとね、えー、この人たちの犠牲の上に成り立っていたのか。 ともう生きていても仕方がないと思えたという形のくだりの中でね、えー、彼女は自分自分身のことを、ね、あの振り返ってますでその、ね、苦しむ彼女を見ておれなくてね旅行に行ったんですけどねスペインからスペインから一挙にねエレン・ゲイツ・スターの勧めでじゃあね一緒にイギリスに行こう ロンドンにロンドンドに行ったらねトインビー・ホールトインビー・ホールという、えー、実はもうすでにオックスフォード大学の学の生たちがね、年です。今からこれ当時もうすでにね彼女らがここにいた時から23年経ってますけども、えー、アーノルド・トインビーという人が亡くなった後にホワイト・チャペルというところで作られた「 トインビーホールっていうセツルメントの,、えー、そのホールというのがもうすでにできていました。でそこではオックスフォード大学の学生たちがね、えー「あなたと一緒で本当に賢い人たちが自分たちの生きる意味を求めて、えー、そういう貧しい人たちの中に住み込んで生活してんですよ」そういうところで一緒に行こうということで。 彼女はドインビーホールに、えー、行くことになります。そこで2人は実実習習をすすするここととにななります福祉実習みたいなことですねでそこではさまざまな実習をしましたけどもそこでしばらく生活をし実習をしているうちにアメリカでこれをぜひやりたいという思いになっって彼女らはじゃあねシカゴに 二人帰ってエレン・ゲイツ・スターとともにハルという人の大きなねまあコンドミニアムですねえまあ日本でいうとマンションのようなものがあってそれをねえそのまあ彼女は財力があります借りてね全部借り取って私たちがそこで住み込み私たちもそこに住むねえそこで貧しい人たちを迎え入れるそういうような イギリスのトインビー・ホールのようなものを作りましょうということで、えー、彼女らは、えー、戻ってアメリカに戻ってくることになりますつまりここですねトインビー・ホールを訪問した後にエレン・ゲイツ・スターと一緒にハルハウスを開設することになりますで実はね先ほどエレン・ゲイツ・スターという人つまりここは共同の創設者です共同創設者一緒に作ったんですで生涯 実はこのハルハウスを本当にあの、えー、堅実に実践し支,持支援したのはこのエレン・ゲイツ・スターということでしたけども、えー、ジェーン・アダムスの影でもう隠れてしまっているんですけどね、あのー、実はね2人先ほど友人以上のものだと言ったのはね、えー、これは彼女のジェーン・アダムスの思想を理解する上でも、あのー、避けて通れないなと思う点でね。 あの、えー、セクシャルマイノリティだったということですね。セクシャルマイノリティだったとで二人これ女性同士ですけどねそういう中で、えー、始めた事業だったということが言えますであるとねするとさらにねさらに彼女の思想とまたアイデンティティというものがねなんとなく分かってくるんですけどもこういう中でね。 来た時にあの彼女ね実はリッチな生活というけども家庭面においては非常にコンプレックスを抱いてました。そしてまたもう一つの面で彼女が考えた時に今言ったセクシャルマイノリティというのは今でこそカミングアウトしてねあのそういうことってなかなかできるけど当時だったらこれもねアメリカ人の先生に聞いたら。 そう当時はそれはタブー視された今とは全然違う、ねえー、そんなねことがね堂々とできる時代って100年たってようやくでしょうだとすると相当にそのことを苦しんだはずだろうしそのことの中でね生きてきたということは相当の一方でエネルギーになってきたということです。ね、家族の問題それから セクシュアルマイノリティであるその、えー、自分のマイノリティさそれからもう一つね女女性であるとということ彼女ねで当時彼女はね大学を卒業しものすごいトップで医学部まで行ってもうね頭もずば抜けて賢くて語学がねもう堪能であらゆる言語を駆使してました。にもかかわらず女性は当時の女性は公職に就くことができなかった。 そういう女性を代表していたね。だから彼女はね、最終的に例えば女性運動婦人参政権の運動とかそういうのにコミットしていくというのもね、すごくわかるような気がしますこういう経緯で1889年に、えー、ハウハウスを開設することになりましたでその後ね、彼女の、えー このハルハウスというものをねあの解説した中で,、えー、ですけど具体的にはどんなことをしていったのかということですけども最初はね地域教育的なプログラム活動を展開しておりましたけどもだんだんとね近代産業都市特有の社会問題ということに気付くようになります、えー、そういう中でね社会の改良ということをこう考えていきます。とりわけ 彼女は、ね、具体的に一つ児童福祉の領域で大きな運動を起こすことになります。それは一つは児童保護労働の禁止運動ですこんなエピソードがあります。シカゴのねスラム街のところで、えー、彼女がねキャンディーを配ってました。ねえー、そしたらね子供がね普通ちっちゃい頃だったらキャンディーもらう喜んでワーイって言って喜んでくると思いきや 何人かの子どもたちが見向きもしないキャンディーをんでかなって聞いてみたら匂いをくのも嫌だって言うんですおかしいなと思って聞いてみてたら私はそのキャンディーを朝からずっと作ってるんです。ねもう朝早くから7時ぐらいからずっと5歳とか6歳の子どもですよ。その子たちが ずっと遊ぶこともなくキャンディー作って夕方まで働かされているというその子どもたちだったことを知ってジェーン・アダムスはね非常に心痛みます自分はねそれと比べて貧しさとかいうことも知らなかった生活を送っていてそして働くといいう意味がわからないだって生涯にわたって働かなくったって生きていけるわけでしょ。 お父さんの資産でね、そういう中で生きている自分と教育も大学を卒業しさらに医学部に行ってそんなものと違って小学校にすら行くことができないというようなところで彼女は子供たちの福祉について目覚める運動を起こします。そして当時のスラム街の中で公園を作ってあげる。 今ね児童公園というのもね、えー、児童福祉法の中で定められていますけどね当たり前のようにそれぞれの区画があったら公園があったりするでしょう皆さん当たり前のように思っているけどジェーン・アダムスはねそれは彼女のの一つの功績です、ね、やっぱり住宅を作るんだったらそういう資本がある人が作るんだったらこの区画は公園に子どものためにとっておくということをその 両親に目覚めたものを法制度化していくそして児童保護労働の禁止に関したら最終的にハルハウスというその拠点を中心にして動きながら連邦国家ででそれを完全に禁止ささせせるまま運動を成功させましたやがてねしかしそれ自体がね憲法に違反するということで国家のアメリカっていうのはちょっと不思議なところでねそういった事柄は州のの自由なので 州がやるまではいいけども連邦国家として児童保護労働禁止というのはよくないという憲法に反するということでこれ自体はね州のレベルにとどまっていたけど各州で当然それは禁止するという形になりましたそれから彼女はね移民,に目を向けます移民というのは移民難民というのが多くのところで えー、その入ってきていたわけですアメリカ社会というのはそういうところです。で彼女の移民の支援の仕方というのは独特でした。それはね、あのーえー、ここにねちょっと書いてますけどねあのー。 移民の主体性、アメリカ化への抵抗運動というのが彼女の、えー、主眼でありました。これどういうことなのかということですけれども、今で言えば当たり前のようになってるけれども、当時のアメリカ社会においては、 ゴにいればゴに従えということでアメリカに入ったならアメリカ人になれということで英語教育を受けさせられてアメリカ人のように振る舞うというのが当たり前のような形でありましたそれ,にそれをアメリカナイゼーションと言います、まあ、今のグローバライゼーションというのはそれに近いんじゃないかというふうにねこう言われているところがありますけれどもそれに対する抵抗運動を彼女は起こします なぜかというと移民の人たちには移民のアイデンティティそのままでいいよアメリカ人にいわゆるアメリカ人にならなくていいよというような運動を彼女は起こしたこれはね移民の主体性を失ってはさしてはいけないドイツ人はドイツ人日本人は日本人、ね、そういうことをこの当時言ってのけたっていうのはすごいことです今だったらねそういう人言ってもまあまあな,なるほど。 かっこいいよねってなるけど、当時は特にアメリカでこれは絶対に言ってはいけないことを、彼女はハルハウスの中でそれを実践しました。例えば、そこではあのー、レイブルミュージアムっていうのを作ってね、例えばイタリアの人たちが自分たちの言葉を忘れないように、 自分たちの生活様式を忘れないようにというようなミュージアムを作ってそこでイタリア人はイタリア人で生活をさせそして糸紡ぎの方法とかっていうのも彼らの方法を昔からイタリアから輸入してそのやり方を学んでいくアメリカのことを学ぶんじゃなくてその子どもたちにそれをぜひ教えてやってくださいというようなことを実際にやろうとしました。実はこれが福祉の クライアントセンターとか言われてるね、えー、ことの運動の中に大きく影響を与えていきます。当事者運動ととしての、ね、の思想の中にに大きなな影響を及ぼすことになりますで、えー、とその後ね彼女は移民の支援ですけど1910年にはね女性として初めて全米,全米の事前強制会議 NCC の会長に選出され当時のアメリカの社会福祉会において最も 影響力のある人物ととなったということです、ね、こういうことを通じて、まあ、彼女もともと力があった人だったわけですけどねところがねところがちょっとね彼女にとっても悲劇的ですけどね1917年のことですけどアメリカが第一次世界大戦に参戦をする1917年、ね、今からちょうど100年前です。今から100年前に アメリカが第一次世界大戦に参戦したというのを契機に彼女の人生が一挙にままた変わっていきますどういうふうに変わっていったのかというと彼女はね、まあ、先ほどお父さんの影響ということもあっただろうし彼女自身も、えー、いわゆる絶対平和主義という立場を取りましたそれでアメリカが参戦するということに対して反対表明をします。まあ、これね <laughs> 日本だったら反対表明するということで別にえそれ今だったらそれかっこいいよねなんて思うけどアメリカってねそうじゃないんですよ。だってねあのブッシュさんがね戦争の時にあのブッシュのお父さんでありあるいはえ息子であってもブッシュが戦争に賛成するって言った時にねアメリカの時にこうねいろいろ反対した人とも支持率が一気にぐわんと上がるんです90。90%ぐらいねでそういうよういよなえところがね。 実その中でね堂々とアメリカが世界の戦争に参加することを私は反対しますと非常に影響力を強かった立場で言ったから当時はね最も危険な女性というレッテルを貼られて公的な立場を失っていきます。ね あのー、彼女はね、あのーえー、FBI がねいろいろ50年経ったら、えー、どういう捜査をしていたのかっていうのを明らかにするのができます私それねアメ,アメリカの図書館でこう見つけていたらねブラックリストって出てくるんですだからねブラックリスト第2位とか第3位にジェーン・アダムスハローハウスって書いてます、ね、でそういうような危険な女性、ね、特にアメリカの中ではねこう彼女は赤ではないかね といいううようないわゆる危険人物にまどちらかというとねこう今でいうマザー・テレサみたいな感じで持ち上げられていたのが一挙にストーンと落とされたというイメージだと分かりやすいかなそういう状況に立ってえ以後主としてね社会福祉会から退いて彼女はね平和運動の方と女性運動にね精力的に取り組むようになりました。社会会福祉会ではね 時がちょうどメアリー・リッチモンドというもう一人の、ね、女性が社会診断ソーシャルダイアグノーシスというものが、ね、出版されてソーシャルワークの専門性ということ先ほど言ったソーシャルワーカーというものが誕生したそういう時期でありました。で以降ね彼女は多くの著作を残しましたが市長ハルハウスの20年これは翻訳されていますけど多くの言語に翻訳されています。 でこういう形で彼女は、ねまあ、あの晩年を過ごすことになりますけどね、えー、後にね、まあ、名誉回復じゃないけどね1931年にノーベル平和賞を、えー、受賞します。だってこれはアメリカが受賞させるわけじゃないからねノーベル平和賞っていうのは、ね、彼女の、えー、生き様思想というものはノーベル平和賞に値するということ。 えー、1935年にアメリカで社会保障法がね成立したその年に永明したアルデキシカはこれを彼女の遺産であったというふうに、あのー、言っています年に亡くなってますさてそういうことからね、あのー、最後にねじゃ彼女の運動とその両親ということをねどういうふうに位置づけるのかということをちょっとね、あのーえー、振り返ってみたいと思います。 でセツルメントというのは何かというとこれ日本語に訳すると住み込むことということですけども「共にある」という意味です。共にある、ね、で、えー、居場所を求める互いの心だと僕はこうそういうふうに呼んでますけどじゃあねセツルメントというのは。 まあ、分かりやすく言ったらスラム街とかそういう貧しいところに、えー、教養のある大学を卒業した人たちであるとかそういう人たちが住み込んで教養を分かち合ったり、えー、また経済的に富んでる人はそこで分かち合ったりという運動のことをセッツルメントと言いますけどもここであえてね居場所を求める互いの心と言ったのはそこに住む人たちには居場所がなかったんですよ子供たちにしてもね。でもね大事なポイントというのはジェーンアダムス自身もね 実はリッチな家庭に生まれたそんな目上から目線でしょうというんじゃなくってね実はね本当の意味で死に場所を求めていた、ね、彼女の言葉です本当にしんどかったんです生きることが皆さんと同じぐらいの時期に。そういう中でね、えー、いろんな苦しみをマイノリティとしての苦しみ家族の中でね「あの人羨ましいよね」って言われながらも実は愛に飢えてました。 お母さんを亡く,な亡くししててね、安易に植えてました。お父さんも亡くした中でねこういう家族の確執そしてセクシュアルマイノリティである自分そういう中でね社会の偏見の中で自分はねアメリカ社会の中にあって、居場所がなかった中でそのシカゴの中にその人たちの中にそういうものを求めるところに共鳴し合えたものがあったということ。それから、 えー、もう一つはね、あのー、これはまあ実はあのー、アメリカ史の展開では1889年ジェン・アダムスが作ったが最初だと言われてるけどもっと、ま、前にいたということなんで最初ではないということですでこの春、えー、ハ,ハウスを作ったのがね、えー、ジェン・アダムスがねその3年後ということになりますどんな活動だったのかっていうのをもう一度振り返りますけど先ほど言った児童福祉保育園とか幼稚園とか児童公園とか ねえー、児童のキャンプ活動児童労働の禁止母親年金運動、ね、離婚した母親に年金を支給しましょうというような運動こういった事柄それから労働問題においては児童や婦人の長時間労働の禁止という運動を着手しますですから春ハ,ハウスというところを、ね、拠点としてこういうことあるいは先ほど言った移民問題の解決 そして婦人参政権の運動これ平和運動も含みますけどもこういった事柄を、えー、中心に担っていったというのがハルハウスの活動です。じゃあねこんな運動がねどんだけの規模でやったのかとものすごい規模です。でこれを支えた人たちがいたということですけどねあのいわゆる、えー、アップアミズルクラスと言われてるね中上流階級と言われてる知識人特にね大卒女性の最初の世代の人たちが 大いいにジェン・アダムスを支支持ししえていきましたそれから、えー、一方ではねある人たちは女性にとってみたらね聖職者当時教会では聖職者牧師になれない、ね、それから政治家になれないそういう人たちの代替として行われていたんじゃないか。宗教的にはソーシャル・ゴスペル・ムーブメントというので社会福音派と言われている人たちが このセツリメントを支えていったんだろうというふうに言われていますで、実際に具体的にどんな女性たちが彼女に取り巻いていたのかということですけれども一人はエレンゲイツスターですで、これは先ほど言ったように彼女の親友でありまた、えー、どういう表現していいかわかんないけどパートナーだったということですね で実はね、えー、エレン・ゲイツ・スターはね、えー、と彼女はね、あのーえー、一緒に共同して始めるんですけども、えー、1920年代に別れることになります、まあ、いわゆる関係としてはね、えー、その複雑な状況についてはね説明難しいけども、あのー、で2人はずっとハルハウスにいますけどもエレンの方ゲイツ・スターの方はね、あのー、その後、えー、最終的にはねハルハウスを出て。 そしてカトリックに改修,しますそして修道院で晩年最後年年に、えー、40年に亡くなっていますで私はねむしろこの人に興味を持ちましてね、えーあのー、調べたことがあります。で、あのー、社会事業史の学会誌にねあの論文がありますので忘れられたもう一人の社会事業家エレン・ゲイツ・スターの生涯ということでね 名前とは裏腹にねスターっていうことと全く裏が実はジェーンを徹底的に支えたのもエレンゲイズスターでこの人がなかったらジェーンアダムスはいなかったでその支えた、えー、彼女はねあの縁の下の力持ちでジェーンアダムスが一方的に、えー、表に出たのに対して彼女は裏にいて とと、いうその関係と最後にね、えー、回収したということですけどもジェイ・アダムスが亡くなった時の1935年にはあの当時のねメインの新聞にはもう一面記事でジェイ・アダムス亡くなるっていうのが載りましたでもね、えー、スターが亡くなった時にはね本当にシカゴの、ね、新聞の中の地方紙の中に小さな記事が載ってましたハルハウスの共同のであったエレン・ゲイツ・スターが修道院で亡くなったという記事でした。 えー、こういう生き方もあるんだなということですよね。それから、えー、もう一人はねフローレンス・ケリーというねフローレンス・ケリーというのはあのーえー、実はエンゲルスのマルクス・エンゲルスのねあの人の弟子にあたります。 ね、ヨーロッパの大学院まで行ってそこで大学院で修士号を取って、えー、戻ってくるそこで、えー、知的なねすごいこう活躍をした人ですけどねこの人もハハルハウスの仲間として一緒にいた人ですそれからジュリア・ラスロップこの人は、えー、初代のね、えー、女性の,、えー、あの児童問題のね局長になる人です。 そしてアリス・ハミルトンこの人はお医者さんでもあるし公衆衛生学の、ねえー、研究として後にハルハウスから出た後にハーバード大学の、ね、医学部の教授に就任する人です女性で初めて。 そういうい人ですねそれからエディス・アンド・グレイ・サーボットこれ二人姉妹ですけどね二人とも後のシカゴ大学の社会福祉学科を創設し後に学部長にもなる人ですそういう女性としてね活躍したこれだけの多くの人たちがね、えー、一堂にいてということというのはね、まあ、まさに驚くべきあのことだったということかと思います。最後にね じゃ現代の意味ということをねここであの考えたいと思います。で、あのー、先ほどね両親ということを言いましたけど、え共に生きるということということをねあのある面で僕はね初めてえ表現した人生きた人なのかなというふうに思います。えー、文字通りね共に生きるということをねこう考えさせられる。 そうですね、自分の生活から離れてね、えー、貧しい人たちと一緒にシカゴの中で住んだというねそれからあのコンパッションと良心これについてはね次回少しあの話をしますけどコンパッションというのは えー、パッション苦しみを共にするという意味ですでそのことと「良心」というものがね彼女の中では見事に結実しているということですね、えー、これについてはあの次回話をしますそれから彼女が持ってたね当事者性というものとねしかもそれがパワーの問題として上から目線でね援助してやるよというような観点で彼女は生きなかったということです。 でそれは一方で今ここに書いてる「専門職」というねソーシャルワーカーと彼女も実はね一言も自分のこと呼ばなかったけど後に彼女のことをソーーーシャルワーカーの母と呼ばれるようになりましたこの当時生まれてきた専門職ですけどね、えー、また一方ではね専門職に対するそういうものに対する厳しい見方もしていますそして、えー、彼女はねあの居場所ということにこだわった生きる場所ということに非常にこだわった人でした それは先ほど言った自分自身も自分自身も生きる場所を見失っていた中に初めてその生きる場所というものを見出したた人だったからそして、えー、小さなハルハウスがあったシカゴのその小さなスラム街のところであったローカルなところから後には世界平和という大きな、ね、グローバライゼーションというものも考えたということであると同時に。 平和というものと福祉というものを文字通り、えー、ダイナミックにね一緒に考えることのできたね、まあ、あの世界最初の日だったんではないかなと思います。えー、後にね日本にも、えー、やってきてます1923年に日本にやってきてこういう人たちとね交流をしているということです。興味がある人はまたこれもあの見てもらったらというふうに思います。 参考文献の方をねここにも挙げておりますので、えー、これを見てもらったらと思います。ということで今日はね「アメリカ」という舞台でアメリカの良心というものがどのように結実していってそれが一つの、ね、大きな運動になっていったのかということをねあの、えー、お話をしました。 えー、次回はねあの、より具体的な問題として、ねえー、考えていきたいと思います、それから、両親を考えるためにということの本の中に、あのジェン・アダムスのことについてあの少し書いていますので、またこれを読んでもらったらと思います。それれれででではは今日こ終わりにししますお疲れ様でした